JR 十条駅十条は、東京都北区にある地名であり、九条十条村、下十条村の範囲にあたる上十条、中十条、十条、中原、東十条、十条台を指す繁章地名である。十条は、繁章地名であり、直径約 2km の範囲内に存在する上十条、十条、中原、中十条、十条台、東十条より構成される。 このうち、東十条は、京浜東北線の東側に寄り添うように位置し、他の十条地域と比べて標高が急激に低くなる。そのため、東十条と他の十条地域の往来は、急勾配の坂を上り下りしなければならない。最強線の十条駅付近には十条、銀座商店街、京浜東北線の東十条駅付近には、東十条商店街が続いている。 他にも、数多くの商店街があり、その総数は11である。交通の面では JR 埼京線十条駅と JR 京浜東北線東十条駅が中心となるが、赤羽や王子に歩いた方が近い地域もある。また、都営地下鉄三田線新板橋駅、湾橋本町駅、東京メトロ南北線王子神谷駅へも歩いて行ける地域もある。 関東大震災や太平洋戦争後に震災や戦災の被害が少なかったことから移住が進んだ。そのため、狭い路地や入り組んだ道がそのまま残り、密集住宅地となっている。また、軍都としての趣きもあり、十条大周辺は陸軍造兵工場があった。米軍側が後に造兵工場の占領を。その後の返還後十条駐屯地や公園や学校。 福祉施設が建設された。また一部に造幣工場の名残がある。1448年の熊野寮、豊島年具目録に所見される。由来は、新編武蔵風土記による、豊島清春が熊野権源を勘定した際、奇州の十条峠に、ちなんでつけたとする説と、新州帰宅史による古代の上理性に基づくという説がある。王子方面から岩淵を経て、 埼玉県へ抜ける旧岩月街道が通り、もともとはこの街道を中心に集落が広がっていた。南から街道沿いにある地福寺は十条村のお地蔵様と昔から信仰を集めた。毎年7月1日の富士山の山開きの日には十条富士神社では大きな縁日が催される。陸、海、空の平坦中枢として十条駐屯地補給本部、 存在するお富士山の数週間後にお祭りが開催される。西園寺も古い遺緒の寺で、門前には、武州豊島郡十条村と記された1748年の法教院島が残っている。八雲神社から東京都道318号環状7号線を渡り清水坂を経て、街道は赤羽へと続く。東京都道318号環状七号線と、 東京都道四百五十五号本郷赤羽線が交わるバーガ橋交差点脇にはバーガ橋延命寺蔵村があり、供養費には千七百二十四年の建流名が見られる。ここでは毎年八月二十四日に縁日が模様されている。また、十条中原二丁目の日枝神社には千六百六十七年建流の青年建合村の更新塔があり、千九百七十六年に 党の建立300年を記念して十条、中原行信行が復活している。廃藩地県後は、浦和県に属し、1871年に東京府に編入された。1889年5月1日に、大地村、豊島村、上十条村、下十条村、堀之内村及び、船方村の西半分が合併され大地村となる。 その後1909年8月8日、町政市王子町となった。1932年10月1日には東京市に編入され、王子町は岩渕町とともに王子区となる。ありがとうございます。